はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は皆様にご報告しなければならないことがあります。はい。実は僕たち別居することになりました。動画ではすごく仲良い夫婦として映ってたと思いますが、実は今日から私たちは別居いたします。細かい理由等は何を笑うことがありますか？もう喋ることねえわ。はい、嘘です。嘘じゃないですよ。僕たちは別居します。はい、私たちは別居します。なんでかというと、私はドイツに行きます。あと30分で私はドイツに出発します。タカを日本に置いて、私は一人でフリーになってドイツに行きます。俺も日本でフリーになります。ダメだよ、ダメダメダメ。フリーじゃないよ。ここでちゃんと毎日仕事してガチャガチャして、フリーじゃないよ。そうなんです。すいません、最初ちょっと真剣な感じで動画を撮りましたが、私はタカのこと大好きだよ、大好きだよ、大好きだよ。まあ別居っていうのは本当ですね。まあね、2週間ぐらいこれから別居します。あの、結婚してから、そんなに2週間会ってないことはない、多分ほとんどないですね。まあずっと一緒にいたし、世界一緒の時だってね、24時間365日一緒にいたし、まあ今回だから2週間、長いようで短いようでちょっとわからないですが、まあ私は楽しいよ。タカはどうかわからないけど。そうだね。俺が寂しいのかな、家で一人になるので。タカが寂しいと皆さんに言ってください。見てみましょう。ということで、ネガティブな理由ではなくて、まあポジティブな、レナがドイツに帰って、まあ僕も2週間後に追いかけてドイツに行くので、この2週間は別居になります。楽しみにしてます。今からこのカメラをスーツケースに入れて、残りのものを荷造りして、もうそのままでドイツに行きます。私の一人の旅を皆さんとシェアしたいので、ちょっとカメラでいろいろ映して動画を作りたいと思います。だから日本を出発してドイツまでどんな感じで行くのか、今の状況の中で、特にコロナでいろいろ変わったのかなと思いつつ、ちょっと気になるよね。なのでそんな状況を皆さんとシェアしながら行きたいと思います。もう残り10分です。10分後には家を出ないと電車に乗れなくて、もう焦ってるよ。私は飛行機に乗り遅れます。そう、はい、はい、地下駅に来ました。ここでちょっと新幹線のチケットを買って、タカと別れる、バイバイですね。窓側っていうのがいかがですか？窓側の、はい。何が、はい、ということで、レナさん出発でございます。はい、チケットもらいました。めちゃめちゃ荷物多いよ。そう、このでかいやつに、ちっちゃいやつに、カバンに、カバン、もう手が足りない。ちゃんと日本に帰ってきますか？こんなに日本荷物持って大丈夫ですか？帰ってきますか？はい、帰ってくるつもりで。ああ、よかったよかった。ではもう出発です。11分の電車だったよ、はい、そうだね。あと3分ぐらいしかないよ。 OK、 じゃあ行った方がいいね。はい、じゃあね。はい、さよなら。さよなら。はい、バイバイ。バイバイ。お分けしないでね。そうだろうね。じゃあね。はい、ではまたまた。もうやばいよ。2週間後にお会いしましょう。はい、ちゃんとドイツに来てね。うん、多分日本の生活が楽しすぎたら。いや、そういうことじゃねえぞ。バイバーイ。では、気をつけて。また着いたら会いまして。この電車で名古屋駅まで行きたいと思います。JR で今名古屋駅に着いたので、今から新幹線のホームに行きたいと思います。36分の5号車に行かなきゃいけない。近いのが良かった。このスーツケースでめっちゃめんどくさい。
なんか早めに電車に着いたけど遅れ5分、新幹線遅れ5分、新幹線で遅れ5分、ほとんどないでしょ。私のラックだよ。座れました。私のスーツケースはここのスペースにあります。今から新幹線で2時間かけて東京に行きたいと思います。もう疲れた。 iPad でちょっと Netflix を見たらすぐに東京に着きました。あっという間の時間でした。新幹線を降りて今東京駅にいます。次はバスで成田に行きたいので、そのバス乗り場を探さなきゃいけない。はい、バスを見つけるのがめっちゃ簡単だった。出てすぐにあったから、チケット、バスのチケットも買うことができて、あと15分後に成田行きのバスがあります。じゃあこれ、タイで持ってて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、よかった、荷物がないと楽です。はい、座りましょう。で今から1時間成田まで。あと数分で成田に着きます。めちゃめちゃおしっこしたいので早く着きたい。成田に着きました。名古屋に出発して今4時間ぐらいかかりましたけど、やっと着きました。今ほぼ8時です。飛行機の出発はあと2時間半で、まだチェックインしてないです。今から出発する便があと3つしかなくて、人もめちゃめちゃ少ないのが本当に、まあ、いつもと全然違う感じはする。エミレーツだけで行列ができてるっぽい。まあでもすぐにできるかと思います。チェックインする前に新しいステップが入りました。このファイルにパスポート、在留カードとワクチンパスポートを入れまして、それをチェックインの時に渡してくださいって言われました。やっぱりコロナだねっていう。チェックインがなんかめちゃ時間かかってる。今日人はそんなに多くないけど、やっぱりいろいろチェックしなきゃいけないかな。あと荷物が多い人も多い気がする。1時間だけかかりましたけど、チェックインがやっと終わりました。ボーディングも1時間後になるので、全然ゆっくりできないという感じですね。私は今からセキュリティチェックを通ってゲートに向かいたいと思います。はい、それではセキュリティチェックも通りましたので、今からゲートに向かいたいと思います。ボーディングがあと30分で始まるけど、私はマッサージチェアを見つけました。10分ちょっとリラクセーションしようかなと思って、ここに座って200円を払って、あー OK、 and then 2、 はっ、 and then 3、 あー最高。じゃあここで10分間ゆっくりをします。これがめっちゃ良かった。今から飛行機に乗れます。本当にもうドイツは数時間後に来るから楽しみです。今ゲートに着きました。あと10分ぐらいでボーディングだから、私のタイミングがちょうど良かった。10時10分になりました。ボーディングはもうずっと続いてます。周りも人が少なくなりました。私はいつも通り最後に後期に入りたいと思います。ではでは行きましょう。さよなら日本、また来月って感じ。席に着きました。今日の飛行機は本当に満員です。
そうなるかと全然思ってなかったけど、寝てドバイまで何もしようとしないので行ってきます。家族で出発してから1時間経ちました。結構揺れてる。私は寝ようとしてるけど、ご飯もそろそろ来るから、ちょっと食べてから寝ようと思います。このキャビンライトで全然美味しそうに見えないけど、今日は夜ご飯ミートボールです。まあまあって感じだけど、お腹空いてるからバンバン食べます。あと30分で、ドバイに着きます。私はまあまあ出れてご飯も食べれたから、そこまで眠くないけど、まあちゃんと寝れてないから明日は多分ちょっと辛いかな。4時間乗り換える時間があって、そこからミュンヘン飛びの飛行機に乗ります。ドバイに着きました。11時間半ぐらいの飛行機で今やっと着いた。私は眠たいけど、ちょっとラウンジでゆっくりできるから次の飛行機まで約4時間待たなきゃいけないです。今この後ろでセキュリティチェックが終わって、今からラウンジに行きます。ラウンジに着きました。私はクレジットカードにプライオリティパスというものがついてて、それでいろんな空港のラウンジに入ることができる。まあ、今日はここで 2,3 時間ぐらいゆっくりしてから次の飛行機に乗ってやっとドイツに着きます。朝だからとりあえずサンドイッチとコーヒー、オレンジジュース、朝ごはん的なものを見つけた。このラウンジにこれがあってめっちゃ美味しい。アップルパイみたいな感じ、甘くてめっちゃ美味しかった。これにコーヒー。ボーディングがあと15分後に始まるから、今からラウンジから出てゲートに向かいたいと思います。思ってた以上にゲートまで遠いから、もうボーディングが始まっちゃって、私は急いでる。だからそういうのがめっちゃ嫌いで、状態がわからないの私はめちゃめちゃ焦る。遅くなかった、よかった。他の人はまだめっちゃ並んでて、人が座って待ってる。ボーディング始まったけどまだ全然早い段階です。ではでは飛行機に乗ります。もうちょっとこの飛行機の中でゆっくりして、6時間後に3年ぶりにドイツに行きます。飛行機がめっちゃでかくて割と少ない。さっき今ドアが閉まるって言われたけど、隣は誰もいない。私はめちゃめちゃスペースがある。この6時間は絶対にゆっくりできるかと思います。私は完全に飛行機に乗ることを飽きてきました。でもここでちょっとゆっくりできるスペースがたくさんあるし、あとネットフリックスもあるし、まあまあ家のソファみたい。
私がぐっすり寝れた。今はご飯が来ました。これを今食べたらめっちゃ美味しい。なんかパスタサラダみたいな感じ。でもドイツ風じゃなくて、多分なんか、アラブ。カウントダウンが始まりましたよ。あと30分で入店に着きます。パスポートのところを通って全く何も問題なくて、あのワクチンパスポートについてとかも何も聞かれてなくて、あの全然コロナということはわからない。今からはここで荷物を受け取って私の両親と合流します、ね。着いたーママー車ー。天気もめちゃめちゃいい。あの元々の天気予報が雨だったけど、私はやっぱり晴れ女です。じゃあ今から帰ります。今マークチュワーベン、私の村を通ったら何にも変わってない。3年書いてないけど何にも変わらないね。私の家です。着きました。と24時間ぐらいかかったかな。私は名古屋からドイツに着きました。ウフー。今日から別居を始めます。高に青まで2週間かかります。この動画が楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。